どうもありがとうございます。でんです。PGA でござる。ということで、ノリで今大阪にいるんだが、せっかくだから、この姿を悪用して、でんがんさんになりきってみようと思うのでござる。ちょっともう、そんなん言わへんって、俺。早く助けて。絶対そんなん言わへんやん。もう助け船が遅い。いやいや、ごめんごめん。いや、ちょっともうちょっと俺が言いそうなこと言ってよ。はい、ということで、今回ですけど、今ね、見ての通り、ちょっとね、僕に寄せてるんですよね、もうね、借りた。そう、服これ僕のなんですよ。借りた。いや、本当にね、これマジ、つい20分前ぐらいに、でんがんさん、ちょっと今、時間ありますかとかで、ちょっと30分ぐらいなんか遊びましょうよ、みたいな感じで。うん、で、今日、もう1時間後ぐらいの新幹線乗って帰るんですよ。はい、そんな時間、なんかカフェとかで過ごさずに、うん、俺たちと、なんか過ごしに来たと。遊ぼう。遊ぼうって言って、過ごしに来たから、じゃあ、何もしないわけにいかないだろ。もうこれは俺たちがやることってさ、これしかない。そう、俺たちがやることってこれしかないだろってことで。取るしかないんだ。ということで、今回やっていきたいのが、デンガンがもし伊沢に変わっていたら、キム・ハナオは気づくのか？いや！でね、これ本当にね、今ね、こんな声出してますけど、下でキムが寝てるんですよ。そう。で、ハナオさんはちょっと帰っちゃったんで、うん、ちょっとピンポン鳴らしに行こうかな。うん。ハナオさんに関しては。うん。鳴らしに行って、デンガンとしてもやってもらいます。そう。うまくいくかわかんないんですけど、ちょっととりあえずもう出たとこ勝負で、時間もないんでね。オールオブノリだ。オールオブノリでやっていきたいと思います。よっしゃ！ということで、Make it possible with suddenly。決まったな。じゃあまずね、最初のターゲット、キムということで。起こすんですけど、まずは最初僕が声をかけます、うん、で、もうそこからもう完全に手とかやってるのは水沢で、で、まあポイントは何分で気づくかって、そうです、なるべく気づかれないように俺っぽい感じで振る舞うっていう、うん、それ結構大事な、動作だけ、動作だけ、そう、もう声は全部お願いするんで声、俺らしいのが赤本持ってきてこれ解こうよキムみたいなのは結構俺っぽいから、そういうのやってやるとかありやと思う。キム、はい、今日何でやってたん？どう？まだ寝てました。キム、一緒に赤本解こうよ。はい、今から日曜電話取るで。はい、キムさん、どれ、今日どれ解きたい？今日ですか？うん、今日やっぱ東工大学じゃないですか。じゃあ、センター地検地学で。うん、東一解こうか、じゃあ。はい、東一、1から4どれ？1から4東一、1ですね。何でお前地学解いてんねんお前何でお前地学解いてんねんお前お前何で地学解いてんねんお前地学解きたくなってくる。何やお前これお前。はい、ということで誰ですかこれ。誰ですか。投げよ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 さすがにお笑いの間じゃないだろ、今の。ほんまにわかんないですね。はい、ということで。わかってねえよ、これ。レンガンが、伊沢に変わってるドッキリでした。あ、そうです。ほんまにわかってなかった。いや、ほんまにわかってませんでした。え、いや、でもほんまにわかってない顔だったよ。マジで。うん。はい、マジか。もう、俺笑いすぎて、もう、マスクの下によだれたまった。え、キムどうやった？意外と、はい、え、いや、意外とバレない。いや、全然、わかんなかったです。ね。
俺が念願さんなんすよ。いやそうだわ、そうだわ、そうだわ。え、だからこれ今から鼻音地行くんやけど、はい、これバレると思う？これバレると思います。ダメだこりゃ、ダメだこりゃ、ダメだこりゃ。俺欲しい。なんでだよ。何やそれ。これにしよう。それ小島、それ小島。なんで小島だよ。なんでだよ。なんでだよ。これ俺のものにしよう。それだから多分小島だよ。それちょっと合ってないけどな。なんかぎこちねえな。なんでだよ。ぎこちねえわ。なんかもうやらされてる感じ。なんでだよ。確かにお前どこで使うのそれ。お前それどこで使うつもりや。使う。俺が使うから、それ使い始めたらみんなそれなんでだよって言いやすいやつ。言いやすいやん。逆に。なんでだ。逆なんだよ、だから。俺のなんでだよに合わせてさ。で、お前のなんでだよに合わせてなんかいじらんていける。なんでだよ。じゃあ、サルエルどんだけ突っ込めるかっていう声と。サルエルの突っ込み委員会。突っ込み、そう、最近突っ込み練習したいなと思って。最近アクセサリーハマっててさ、こうすると、なんかこうすると、形…おい、お前、突っ込めよ、お前。そういう突っ込みですか。なんか、されるいじる突っ込みだ。いや、でも、さすがに、いじる突っ込みはそんなにだから、あ、いや、そっちね、だから。いや、なんで手錠してるんですか。手錠…おい、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 いやそんなむずない。ちょっと待ってください。ボケのレベルもありますよ。いやいや、ボケ。ボケ。額縁だわとか、そういうことですよ。なんか髪の毛のこの前髪が、まあ、すごい。前線に見えるな。髪の毛の前髪が前線に見えるな。もはや、乾燥っていう。もはや、乾燥。前線、梅雨前線、梅雨前線、梅雨前線じゃねえわ。うわ、ちょっと。あ、ここ貴族。おい、これむず。これ、これ難易度8ぐらいの大喜利始まってますよ、これ。ツッコミってでもさ、ツッコミっていうか、その、ただ訂正するだけじゃない、ツッコミの人って基本的に。訂正っていうか、元に戻す役割なんだ。元が普通の何か分からないんじゃないですか。デザインだわ。ああ、デザインだ。あ、でもスピード重視でいきましょう、一旦。確かに確かに。ツッコミはスピードだよ。スピードですよね。ツッコミはそうそうそう、スピードやから。スピード、いきよう。もう困ったらもう、なんでだよ。じゃあもういきましょう。なんだ、困ったらなんでだよ。いやいや、車から足出てるバスやん。なんでだよ。そう、なんでって返された言うもんからって。もう困ったらなんでだよ。うん、それでいったらスピードでいったらいいや。うん、なんでだよ。車じゃねえわとか、もうでも単調にいった。あ、そう、ね、シンプルでいいよね。うまいこと言わなくても。こめかみに髪がねえ。よう思いつきますから。なんでだよって言えよ、お前。そこはちょっと困ってないよ、お前。なんでだよ。なんでだよ。なんでだよ。もうなんでだよ。なんでだよ。事実だろ。事実最悪。はぁって、はぁはぁでもいいから、別に。はぁはベイビーって言う説は。はぁだから、もうはぁでも専門に。確かに舐めすぎ。なんでだよってまだ許されるけど、先輩に。あー、やば。なんかあるかな。あれ、おって言われ、今ボケてねんけど。俺ボケしてるけどさ、サルで全然突っ込んでくれない。いや、桃屋かよ、でしょ。おーおーおーすごいすごい。かーかー、おい、かー。まだジョンレノか。ジョンレノか。おい、今のは簡単やったよ。そのゲーム、今ワンチャンリス。正解出しちゃう、引き出しがな。正解突っ込んで。あるいは、セミかよ。セミに見えるって、ちょっと。オッティ、あの京福屋さん行けませんかって言ってよ。京福屋さん行けませんか。ああ、俺公園やわ。なんだそれ。今のは公園っていう、公園っていうのを、公園はっていうのを、公園やわって言ったっていう。ああ。
まあ、なんやそれはで正解じゃない。なんやそれはって、なんやそれは。おー、体内時計じゃねえわ。むずゲーム、そういうゲームみたいになってる。ゲームのそれ俺なれんよ、もう小島にはなれんよ、小島には。いや、小島だったらあの人、小島だよ。言わなくていいんで、あらゆるやつに対応してないですよ。でも、サルエルイジーよ。サルエムとか言われてたよな。ああ、そうですね、そうですね。サルエムとかサルエスの。ゴリラエール。サルエルだよ。ジンジャーエールさん。サルエルだよ。サルエルさん。うん、サルエルだよ。え、これ、徳くんだから、小島さんも。でもやっぱ小島だよっていう5文字がいいんやな。サルエルだよちょっと長い、サルエルってちょっと長いから、うん、確かに。ウキーウキーウキー、それはサル。粗品ね。今ちょっとでも言い方っぽかった、言い方っぽかった。粗品の前粗品、粗品出てくるね。 それ、 それはサル言わんけどな、粗品。もうちょいうまいこと言うな、もうちょいうまいこと。あ、伊沢さんって待ってたんよ、ずっと。俺も待ってたのに。これは溜めて溜めてのあれかなと思ったら、あ、投げえよ、投げえと思った。お、マジで気づかなかった。あ、マジで気づきました。やった大成功、やった大成功、大成功、イエーイ、イエーイ、なんか全然違うとこから電話の声聞こえる。それはバレてたのよ、それはバレてたよ、それはバレてたよ。キムにバレんかったってことは、いざ、あの、腹オケ行っていいっていう、これ逆にこの切符ゲットしたみたいな。そうだよ、確かに。いいでしょ、よしよし、行こう、じゃあやりに行こう、行こう、やりに行こう、 OK。 これちなみに、この人マジで30分前ぐらいに電話してきて、今から会えますかとか言って、ノリノリでノリよ、急に始まったからこの動画。そう、ちょっとこの空間頭悪いですね。ということで、花尾の家まで来たので、最後ね、あの伊沢のね、あれをね、伊沢が原画に変わってる時やっていきたいと思います。はい、行こうか、ヒボな、かまして。ということで、検証結果、花尾がいないということで、はい。